ノースチャールストンは、アメリカ合衆国サウスカロライナ州チャールストン郡とドーチェスター郡にまたがる都市である。アメリカ合衆国国勢調査局による2010年国勢調査では、人口 97,471 人となっている。サウスカロライナ州では、コロンビアとチャールストンに次いで3番目に大きな都市である。チャールストンノースチャールストンサマービル都市圏の主要市でもある。1972年に市政が敷かれた時の人口は21,000人、面積は7平方マイルだった。その時以降、人口は4倍以上となり、面積は 76.6 平方マイルと10倍以上になった。州内では主要工業都市の一つである。1600年代から南北戦争の時まで、サウスチャールストンとなった地域は主にプランテーションになっていた。現在の市域にあったプランテーションは次のようなものだった。大きなプランテーションは住民が北に移動するにつれて小さな農園に分割されていった。南北戦争以後、リン酸塩肥料工場ができ始め、アシュレー川とブロードパスの間では大規模な露天掘りが行われた。1900年代初期以降、ノースチャールストーンは計画的工業地帯となり、その成長は直接工業、軍事及び事業の社会と噛み合ってきた。ノースチャールストンで最初の工場は E.P. バートン木材会社だった。1901年にアメリカ合衆国海軍造船所が建設された。その後間もなく、ジェネラルアスベスト&ラバー会社が一つの建屋としては世界最大のアスベスト工場を建設した。1912年、チャールストンの事業家集団が開発会社を作り、バートンの土地を買収し、工業都市のレイアウトを始めた。パークサークルが作られ、工場、商業及び住宅に使われる土地が取っておかれた。パークサークルはアメリカ合衆国では2つしかない。イギリス庭園様式の都市モデルとして計画され、当初の計画概念の大半が現在でも残っている。市内の通りのいくつかはこれら初期開発者の名前を冠している。すなわちデュラン、ビュイスト、ニクソン、ハイド及びオヘアである。第二次世界大戦の間、軍事基地として少なからぬ開発が行われ、工業地帯が拡張した。第二次世界大戦から1960年代に、町の多くの人々は、町の北部が開発されるやり方に不満だった。彼らはその地域の住人がその後の開発を直接制御することを望んだ。住民に政治を身近なものにする手段として、1971年4月27日に町の法人化に関して住民投票が行われた。一連の法廷闘争が続いた後の1972年6月12日、サウスカロライナ州最高裁判所は住民投票の結果を支持し、ノースチャールストーンはジョン・イー・ボーンを初代市長として市政を敷いた。1972年6月12日、ノースチャールストーンは州内9番目に大きな都市として出発した。ラッセルデール、ファーンデール、モーニングサイド、リバティパーク、パルメットハイズ、シンギングパインズ、リューイヒル、オールドノースチャールストン、リバティホームズ及び、ジョン・シー・カルホーン・ホームズなどの地域社会から構成された。市政が執行されてから1週間のうちに、61ページの法典を成立させ、モンタギュー・アベニュー308の土地を月$300で5年間リースに契約した。また6月の間に、警察署長と財務官を採用し、最初の誘致企業である、ウェストバコのテクストンインコーポレーテッドプライウッドと契約した。6月21日にはバージニアアベニュー沿いの最初の市民公園でテープカットが行われた。6月末にはゴミ収集と消防について合意が行われた。この月の最後にはスプルールアベニューからチャールストン海軍工廠の間のベクスレー通り南側の土地を併合し、初めての市域拡張となった。12月までに海軍基地を併合して、州内第4位の大きな都市となった。1973年2月、新たな土地の併合によって面積は2倍になり、3月には、その拡張領域がバークレー郡にまで入った。同月、新しい警察署を設立し、警官21人とパトカー6台を備えた。ノースチャールストン市となって、丸1年間で人口は22000人から53000人に増えた。成長は続き、教会20棟、62店舗のショッピングセンター、及び大きな面積の住宅地区が加わり、1976年7月3日には、州内で3番目に大きな都市になった。1982年6月12日、ノースチャールストン市人口は65000人、面積は 30.5 平方マイルとなった。わずか10年間の成長率は 250% となった。投資額は$1500万に上り、公園やレクリエーション設備に$196万、経済開発に$228万が投じられた。1983年、ノースチャールストン市はコンピュータ支援発送システムを取り入れたことでは、州内で最初の都市となった。ベーカー病院がアシュレイ川の岸に新しい施設を開館した。1984年、ウォルマートが国内初のサムズクラブをオープンする計画を表明した。1985年、市の総予算額は$1280万となり、増税なしで承認された。400エーカーのセンターポイント開発計画が公表された。1986年、市の人口は78000人、面積は47平方マイルとなった。1987年、トレジャー湖の観光で市の中心にビーチが出現した。市制15周年を祝った。ノースウッドセンターショッピング施設がオープンした。1988年、ボーン市長がライブオークコミュニティセンターを除幕した。ホワイトホール一戸建て住宅開発の計画が立てられた。1989年、ハリーケーン融合がノースチャールストン市を襲い$28億の被害を出した。1990年、面積では州内で2番目に大きな都市となり、パークサークルに当初の美しさを取り戻す計画が発表された。1991年、第2代市長にボビー・キナードが選出された。1992年、ベサムアートセンターがノースチャールストン文化センターと改名された。1993年、チャールストン空軍基地で C-17 グローブマスター3の船隊が結成された。ノースチャールストンコロシアムがオープンした。1993年、ノースチャールストンコロシアムで東海岸アイスホッケーリーグのサウスカロライナスティングレイズが結成された。1994年、3代目市長にR・キース・サミーが選出され、ボビー・キナードが辞任して以来の空白を埋めた。1996年、チャールストン海軍工廠が90年間の歴史を閉じた。2009年、ボートエアクラフトが市内にあった製造組み立て工場をボーイング社に売却した。2009年10月、ボーイング社はその新しいボーイング787ドリームライナーの組み立てと配送センターのためにノースチャールストン市を選定したと声明を出した。このことでノースチャールストン市は世界の主要航空機製造拠点の一つになった。市や周辺の小さな市町の住民には質の高い新しい仕事が提供されることになった。チャールストン海軍基地は1990年代までサウスチャールストンで最大の雇用をもだった。ローカントリー議員の影響力と核攻撃の脅威があって周期的に訪れた基地閉鎖の試みに対して基地を存続させる重要な要因になっていた。しかし、1990年代初期に冷戦が解消し、差し迫っていた防衛予算の削減の必要性もあり、チャールストン海軍基地は再度遡上に乗せられることになった。1993年、チャールストン海軍基地の閉鎖期日が1996年4月1日と決められた。基地の閉鎖は、チャールストン軍など3軍の経済に大きな打撃だった。長年にわたって、数百万ドルの金が3軍地域に流れ込み、軍隊と文民の要員として数十万の職が提供され、その大半は市民だった。基地であるいは、そこを通過して働いた軍人の多くは、ノースカロライナ市に戻って引退した。チャールストン海軍基地の閉鎖以来、基地と艦ドックの一部は様々な政府に借り上げられ、企業や市民公園が元の基地の土地に作られてきた。ノースチャールストンは16年間連続で州内の小売業売上高でトップを走り続けている。2007年の小売業総売上高は 61.5 億ドルを超え、他のサウスカロライナ州のどの都市よりも20億ドル多かった。チャールストン都市圏の活気ある観光産業を支援するために、ホテルの部屋数を増やし続けている。2009年の終わりまでに観光客用の宿泊室は7246室となる予定である。長年にわたる開発と地域への情報提供と改定の後で、ノイセットコミュニティ、マスタープランが2004年初期に最終契約にまで達した。このプランは歴史ある建築様式、地区の多様性と地域の特徴ある。社会機構を残そうとしている。また環境的な安定性と美しさを再生し、仕事を誘致し、教育や健康管理のようなサービスを改善し、車移動への依存性を減らし、レクリエーションを奨励し、犯罪や貧困の基盤を取り除き、住民の自尊心を強化しようとしている。2004年、アメリカ合衆国海軍宇宙船、海戦システムコマンドが3軍地域で最大の雇用主になった。2009年、ボーイング社がノースチャールストンにあるボートエアクラフト社の製造組み立て工場を買収し、市内の成長する航空機産業で主要な役割を果たすようになった。ノースチャールストンには総合通信外来患者薬局がある。これは退役軍人局が音頭を取り、合衆国中の戦略地点でコンピュータを使い、退役軍人にメールで処方箋を取り扱うものである。パルメットコマースパークウェイの建設以来、ベンチャーエアロベライングス、ダイムラーバンスマニファクチャリング、カミンズターボ及び VTL グループなど多くの企業がノースチャールストンに立地したり、地元経済に数億ドル単位の投資をするようになった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、市域全面積は 76.6 平方マイルである。チャールストン地域、コンベンションセンターが1999年8月に完成してから、チャールストン都市圏に数多い訪問客を引きつけ、地元経済に大きな貢献を果たしている。この複合施設には展示場、ダンスホールと会議室、芸術劇場、ノースチャールストンコロシアム及びエンバシースイーツホテルを収容している。ノースチャールストンコロシアムは、市内のチャールストン国際空港に近いところにある。観客席数14000席と、サウスカロライナ州最大の規模を誇る。東海岸アイスホッケーリーグのサウスカロライナスティングレイズが本拠地にしている。また多くの特別行事、コンサート及び地元の卒業式などを開催している。ノースチャールストン市の教育は、チャールストン郡教育学区とドーチェスター第2教育学区が運営している。9年生から12年生までの高校は、アカデミックマグネット高校など6校ある。6年生から8年生までの中学校は6校、幼稚園生から5年生までの小学校は18校、その他の学年を教える学校が3校ある。ノースチャールストンには、州間高速道路26号線と、同526号線。アメリカ国道78号線と同52号線、州道7号線と同642号線など多くの高規格道路がある。チャールストン郡のチャールストン国際空港とチャールストン空軍基地はその歴史の早い段階で市域に吸収され、現在は市の司法権が及んでいる。ノースチャールストンは港湾と鉄道の街でもある。チャールストン郡のチャールストン国際空港とチャールストン空軍基地は地域の商業便と軍事利用に供している。毎年の乗客数110万人、取扱貨物量1490万ポンド、発着便数10万8438便となっている。民間の航空会社としてはアメリカン航空、コンチネンタル航空、デルタ航空、ノースウェスト航空、ユナイテッドエキスプレス、及びUSエアウェイズが利用している。エアトラン航空が国際空港を利用していたが、そのルートが経済的に割に合わないとして2009年12月3日に撤退した。サウスウェスト航空が2010年後半か2011年初期に就航する予定である。チャールストン都市圏はアメリカ合衆国中の自動車貨物輸送ルート約100本の利用が可能である。サウスカロライナ州港湾局は共同一貫輸送施設を4カ所持っており、そのうち1つがノースチャールストンにある。各施設ではコンテナ、バラに及び混載貨物を取り扱う。港には200万平方フィート以上の倉庫と保管スペースがあり、同時の17隻以上の船舶を取り扱うことができる。アムトラック、ノーフォークサザン鉄道、CSX トランスポーテーション及びサウスカロライナ鉄道委員会が地域の鉄道を運行している。市内ではチャールストン地域交通局の運営するバス便が利用できる。都市部の大半は定期便のバスがあり、それらにはラック&ライドプログラムの一端として自転車をかけるラックが備えられている。市内と都市圏の田園部は別のバスサービスがあり、バークレーチャールストンローチェスター田園部交通管理協会が運行している。ノースチャールストンには沿岸警備隊、アメリカ海軍、陸軍及び空軍の駐屯地あるいは施設がある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。トライデント地域医療センターが市内にある最大病院である。ノースチャールストンの市民が利用できる大きな病院は近くの市や町にもいくつかある。それらの病院にはチャールストン市にあるサウスカロライナ医科大学、ラルフ H ジョンソンバ医療センター、ボンセコールセントフランシスザビエル病院及びローパー病院がある。マウントプレザントの町にあるイーストクーパー地域病院も利用できる。ノースチャールストン市は市長、市政委員会方式を取る市政府によって運営されており、市長は市政の管理者及び行政官である。市長は市政委員会を主催し、委員と同じく投票権を持っている。2010年現在の市長は R. キース・サミーである。ノースチャールストン市は1873年に警官21人と5人の支援要員で設立された。今日では300人以上の警官と100人の文民雇員がいる。ノースチャールストン市となる地域に最初に設立された消防署は1935年のセントフィリップス&セントミカエル消防署だった。この時駐屯所が1つ消防車が1台だった。ノースチャールストン消防署は1937年に結成され、この時も駐屯所が1つ消防車が1台だった。1959年、他の消防署と合併して、ノースチャールストン統合消防署になった。1962年には、有給のサービスになった。この時、市街消防士はすべて解雇され、強チャールストン郡市街レスキュー隊と呼ばれる組織を作った。1972年に、ノースチャールストンは市政を敷いた。消防署は、ノースチャールストン消防署とノースチャールストン消防地区に分かれた。消防署は4つの駐屯地、4台の消防車、及び1台のはしご車で任務を開始した。消防地区は5つの駐屯地、5台の消防車及び1台のはしご車で任務を開始した。この2つの部門は1996年に合併し、ノースチャールストン消防署となった。駐屯地10カ所。消防車10台、はしご車3台及び2個分隊があった。過去13年間で新しい技術や新しい訓練法を取り入れてきた。各駐屯地には熱探知カメラ、限定空間レスキューチーム、危険物除去チーム、海上消火チームがある。ノースチャールストン市の救急医療は、チャールストン郡救急医療サービスとドーチェスター郡救急医療サービスが行っている。これは、市が両軍の一部であった時以来続いている。東海岸アイスホッケーリーグのサウスカロライナスティングレイズが本拠地にしている。ありがとうございます。